皆さんこんにちは。オペラ演出家ツリアンナ悦子と行く世界一大きいオルガンのある町ドイツパッサー編です。世界一大きなパイプオルガンがある町、ここドイツの町パッサーに今来ています。ミュンヘンから電車で2時間ほどのところにあるチェコとオーストリアの国境に位置しています。ここの川がですね、3つ交わる場所としてこの町は有名です。これは奥上の方なんですけれども、川が交わっているところです。川の色が違うのが上の方に見えると思います。町は第二次世界大戦の戦火を免れて、昔ながらの町の様子がまだ残っています。美しいイタリア式ゴシック建築が多い町です。緑の玉がついた塔が2つある建物が有名な教会ステファン寺院です。今ちょうど真ん中あたりに見えるところですね。ではそこにある世界一大きいオルガンを聞きに行きたいと思います。ロココ建築で作られた教会の内部です。これがオルガンです。オルガンの音色はもう本当すごいの一言です。こんな音色聞いたこと本当にありません。こんなたくさんの音色が出せるオルガンを聞いたのは初めてですし、ピッチもね、もう素晴らしく整ってますね。この教会にはこのメインのオルガンの他に、なんと全部で5つのオルガンがあるそうです。毎週木曜日の夕方にオルガンのコンサートがあるそうですので、もしお時間のある方は行ってみてください。聞く価値はもう絶対にあります。いや本当にすごいですよね。整備された本当に素晴らしいオルガンですね。はい、見終わりまして、また、町の高台に来ています。いや本当にオルガンたくさん聴いてますけど、このオルガンはすごかったです。この日視聴者の前で無料のバイオリン音楽のコンサートを、やっていました。よく見てください。このアコーディオン、鍵盤がない、全部ボタン式の楽器なんですね。これはね、演奏するのが難しいんですけども、皆さん若いのに完全に弾きこなしてます。はい、ここからバイエルンの貴族の娘だったシシーがウィーンの王室にお嫁に行くために、ここから船に乗ってドナウ川に揺られてウィーンまで行きました。これがドナウ川ですね。パッサーはもう本当に素敵な街でした。いつか訪れてみてください。ではまた皆さん、アフィダゼン、チュース。